です。今、手口について改めて知っていただくため、この場でお時間をいただきました。不特定にまだまだ多発する振り込め詐欺、その手口は息子や孫になりすまし、家族をお持ちのつけ子、本当に受けない犯罪です。ここ大船においても、毎日のように皆さんのお宅に不審電話がかかっており、まだまだ油断できない厳しい状況です。今日はこの場をお借りして、実際にあった例をもとに構成した振り込め詐欺の衝撃を披露しますので、ぜひ皆さんご覧ください。準備は大丈夫でしょうか？それでは始めます。この中、こちらは被害者の確保ご自宅という想定です。本日、大船祭りの会場に来て振り込め詐欺の犯人に狙われてしまう鈴木さんが室内でくつろいでいます。分かった。なんか
金でお金を準備したお母さん、この後どうなってしまうのでしょう。さて、お金の準備ができたお母さんはまんまと息子になりすました犯人に電話をかけます。お金の準備できたし、顔に電話しなきゃ。初対面の中島が自宅にやってきます。お母さんは完全に信じきっており、会ったこともない男にお金を渡すつもりです。ところで、お母さんは自宅の中に200万円もの大金を保管しておりたんですね。いわゆる監視人というものですね。これは非常に危険です。もう役目終わったんです。一時的に振り込み人の被害を尋ねたとしても、電話の会話のエリアの中で家の中に大金が置いてあるということを察知されれば、その後、空き巣であったり強盗などの被害に遭う可能性が非常に高くなります。大金は自宅には保管せず、金融機関などに預けるようにしてください。中島がやってきましたね。よし、あとは200万もらえば終わりだ。ここかな。よし、ピンポーン。